どうも皆様ごきげんようクレス。それではカルト・オブ・ザ・ラーム続きプレイしていきましょう。病気が治りました。心から尊敬します偉大な教聖をこの本は一生忘れません。オッケー。病気になってそれを治す治療するのは当たり前の話だけどね。でベッドが足りていない、はい、どうにかせねば。そろそろなくなるんでしょう。墓地とかも必要になってくるかなってちょっと思うけどね。さて、あ、待てよ。悪魔召喚、悪魔召喚とかどうだ。ご老体になった者に悪魔召喚をするというのはどうだろう。いけるかな。木材が足りねえ。よし、これでなんとかいけるだろう。はい、で悪魔召喚の場所をどっかこの辺に作って、はい、よし、これでいいでしょう。生贄にできないんだったら悪魔召喚に使おう。誰か来てくんねえかな、手伝ってくんねえかな。来るやん来るやん、どんどん来るやん、みんな来るね、来るね来るね。素晴らしい。じゃあ悪魔召喚してみよっか。いけっかな。不可なんだ、高齢者はできない。そっか、じゃあやっぱ生贄に捧げるしかねえわ。了解。でとりあえず今日はしょうがねえから森を攻略しよう。あ、なんだこれ、誰。おいしそうな生き物の家に匂いがするよ。おいらここにいようかな。おいらとき、おいらとと君二人で分けるのも余るくらいいるし、神社から目を離さないようにね。お腹がすかして誰かさん食べられちゃうかもだから。バリバリとした骨の食感が大好きなんだ。あ、金貨が必要ですね。さて、闇死心臓、心臓に怪人攻撃メダル 10% より無効化。はい、了解です。うん、斧有毒いいですね。でこれは爆発するやつ、爆発する弾を射出する、弾を射出するのか。どういうやつ。ああ、そういうことね。ああ、はい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 、割と使いやすそうではあるな。 OK、 行きましょう。で、斧の強攻撃知らねえな。おお、なんだその技は。おい、盾を持った敵、あ、ないないない、ちょっと待って。盾を持った敵、うんたらかんたら、強攻撃強攻撃強攻撃じゃないとダメ、そういうのがあるのね。分かった分かった、待って待って待って。で、盾を壊さないといけないな。ほい、あ、くそ。盾を壊すの難しくない。戦っている最中もその全然なんだ。オッケー、よし、オッケー。戦ってチュートリアル出ている最中全然普通に攻撃されるのやめてほしいな。それは難しいぜ。ちょ、おい、オッケー。いや、むずくない？ちょっと。あ、で、洗脳キノコちょっとずつ手に入ってるね。ありがたい。出た出た出た、この方がいいと思わないか。ケメクが作ったのさ、素材、それは秘密で。その血液は肉体を蝕む、画面内全ての敵を毒状態にする。あ、いいっすね。小さき紙をケマクの信者、信者が気に入ったか。これはケマク本人が作ったんだ。はい、でこの中から肉が手に入るんだろ。なんでこの中から肉が手に入るんだよ、おかしいやん。おうおうおう、おい、毒になれ。
素晴らしい。強攻撃いいな。斧の強攻撃めっちゃ使いやすいぞ。ちょっと遠距離だし、遠距離というか中距離というべきかな。あーなんだ、でけえやついる。おい爆弾か、すぐに終わったか。おい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 、いいね、うん、ようやく到着。いいね。さてどれがいいかな。木材足りてねえから木材のところ行くか。そうだね、はい。さあ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 、おなんだ、話を聞く。どいつもこいつも私のサインに気づかないバカばかりだよ。でも子羊はあなたは違うのでしょう。あなた自身の愚かさ、そして私の賢さを認めなさい。そうすれば私はあなたに従いましょう。いいだろう。あなたは意外とそこまで愚かではないのかもしれませんね。すぐ意見に捧げてやるからな、貴様のことを覚えておけよ。はいはいはい、まずは記念を盗んで、ほらほらほら、 OK、 よしで石をもらうぜ。そや今回のカタツムリ全然出てなくない？そんなことないかな。うん、まあいいや。毒におなりなさい。おいおいおい、オッケーオッケー、おい、うん、オッケー、素晴らしい。おい、あ、当たったねー。ははー、あー、なに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 、イベントが発生するのかい。我らが赤毛王冠を追放したのはさほど昔の話ではない。奴が説いた異端なる考えは到底許されるものではなかった。危険で有害以外の何者ではなかったのだ。そのような大罪を犯したからこそ罪は、あ、違う、罰は緩慢にして苦痛にあふれるものでなければならなかった。ああ、貴様の教団に危機を振りまいてやろう。そして欲と野望を秘めていた奴は神なる血を流させた。ああ、みんながお腹、ああ、ああ、みんなお腹空かしちゃって、もうなんてこったい、早く戻ってやんねえとな。でも祝宴開いたばっかりなんだよな。戻ったら速攻で飯作ってやんねえとな。なんか変なやつある。なんだ、棍棒か、有毒なる剣。ああ、なるほどなるほどなるほど。波動、ノックバック、ノックバックいいんじゃない。ノックバックにしよっか。はい、オッケー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。雑魚敵が集まってきたらノックバックはとってもありがたいと。これで割と戦いやすくなったんじゃないだろうか。さあボス戦だ、ゼーパール。やだな、毒を撒き散らしつつ、ほらよいしょ、ほらよし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 、いいねいいね、だいだろうだろう、そういう感じか。で毒を与えつつ、ほいだろうだろう、よし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 、お一旦ダメだね、お互い、ほい痛い、はいはい、あ、これもできるじゃん。周りも取りつつ、よいしょよいしょ、はいはい、毒が切れたらまた攻撃しに行こうかな。ほい、オッケー、ほい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 、わあ危ない、ほいほい、よいしょ、ほいオッケー、いいよ、ほい危ない、ほいほいほい、よし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 、ほら、オッケー、終わったな。あ、何、終わってない。ほら、オッケー。ふう。またボロボロだよ、俺。まあ。我が軍門下りなさい。
かぼちゃプレゼント木ですね。オッケー、よし帰るぞ。おい、帰ります。めっちゃ素材手に入った、ありがとうございます。はい、帰ってきました。あ、そうだ、みんなだいぶお腹空かせてる。これはまずいですよ。普通の盛り合わせ、忠誠心が上がる。忠誠心上げた方がいい気はするけど、まあとりあえず今は飯作ろう。はいはいはい、でこれ多分これじゃ足りんよな。とりあえず、はい、乾杯。何？無進行何も進行はしてないのね。会議主義とかじゃなくて、まあいいでしょう。記念を捧げてください。お前もじゃ。シャランバ、はい、お眼健、まあ、あの体は健康なんですね。で物質主義、細菌強症、はい。でお腹が空いているやつがまだいるから、いくつか作っておくか。はい、食べな食べな。結構食うやついるな。でベッドが足りてない。ベッドを作ったりするか。ベッドはあと3つ足りてない。じゃあ2つ作っての修理だな、あとな。ああ。おい。おい、OK、よし。で、こんなもんか。作っていこうね。ああ、ごめんごめんごめん。邪魔した。じゃあ、俺をこっち作ろう。よし。これでいいんじゃないか。信者全員のベッドが作られた。OK。ああ、金のうんち。X と A をいつも押し間違える。なぎ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 。ああ、うんち、血がいっぱい。受け取る受け取る受け取る。はい、OK。なるほどね。便所が機能しきれてなかったのか。はいはいはい。割とみんな働いてんな。よし。なぎなぎ、どうしたどうしたどうした。ちょっと待って、はいはい、こっちおいで。なぎなぎ、教祖様、あなたの最強が大好きですと伝えたくて。あ、まあじゃあ、あの祝福もなんもねえわ。じゃあ贈り物をあげようね。どうしようかな。寿命が長くなる。忠誠心移動速度だから。じゃあこれ、はい、これあげるよ。はあ、そんなことをわざわざ伝えに来てくれる信者にはプレゼントをあげようね。はい、いいよ。記念を捧げなさい。こんなもんかな。おお、みんな働いとる、みんな働いとる。そろそろ岩が、みんなやってんな。ちょっとじゃあやるか。あー、みんな寝る時間になっちまった。夜にガチャガチャやってるとうるせえよな。みんな寝てる？くっくっ、近づくんじゃない。あ、なに？え？拾う、なにこれ、頭蓋骨。え、なになになにこれ、なにこれ、え、落とす、初めて見るが。で、なんでこんなところに寝てるやつなんだよ。え？え、マジでなにそれ。で、お前なんでね、え？マジでなんでそんなところ寝てんの。寝なさい。どうした？家がな、安心して眠れる場所が必要だ。いや、え、え、え？バリフル使用者なし。え、どうして。お前はゼパール。ゼパール？なぜ？ゼパールはなぜここで寝ないんだい？うん、割り振ってあげたけど今。で、あ、そっか、寝ないで作業ができる子がいるから布団が一つ必要ないのか。それはそれでいいけど、
はい。で、かぼちゃでも植えっかな、じゃあ。で、水をあげて、黄金のうち。黄金のうち。じゃあ、肥料ガンガンあげとこう。え？うん。追加する。あー、なるほど。こんなもんかな。はい。まじ、これ何？何、本当に。よくわからんな。わからんけど、とりあえずここら辺に適当に置いとこうか。な。やめろ。まったく。なんてことしやがる。あ、何ですか？教祖様、あなたの席が大好きですとお伝えたくて。なんだ。みんなして伝えたがるな。違う、思考を読む。新しい建築物。ああ、別にその辺は関係ないのか。信じてないのに説教好きなのかよ。まあいいけどさ。じゃあ、贈り物あげとこっかな。はい。で、祝福してあげよう。はい、いいよ。説教しようね。説教じゃない、祝福だ。よし。これよ。ゲイ。さあ、何を育てよっかな。収穫とか自分たちでしてほしい気はするんだけど、儀式割引とかまあいいような気はするよな。でもこれはコストカットだからな。何かを建築するわけじゃないんだよ。首かせも今のところ必要ないから。大阪のトーテム、肥料サイロ。肥料サイロしようと、まあ肥料勝手にやってくれるんだろうけど、収穫をしてくれよって思うよな。これな、ランク4じゃないとダメなんだ。屋外便所もうちょっと、まあ儀式割引かな。 OK。こんなもんでしょう。はい。祝福が一気にできるのはありがたいね。で、33、46、150。金貨、蜘蛛の糸、こんなんあったっけ。服をクラフトする。金貨がおほほどあるんだよな。まあ誰か暇な人がやってくれりゃいいや。急ぎではない。でも便所とか作るんだったら多分あれだよ、必要だよね。まあ手の空いた人たちでみんな畑仕事したりとかしてくれるでしょう。洗脳キノコをそういえば複数手に入れてるけど、これはどうなんでしょう。財務だっけ、なんだっけ、あのキノコを欲しがっていたやつに渡せんのかな。渡せる状態だったらいいんだけど。よし、こんなもんかな。性別もう終わったの。早くない？早いね。マジで。うんちがどっか。ああ、黄金のうち。人がいた、ごめんなさい。金貨がまだ落ちてたね。で、お腹が空き始めてるな。で、衛生状態が悪いってことは、うんちがど、うわー、何これ。でかい。でかいですね。何？いや、どんだけでかいうんちしたのよ。誰よ、こんなでかいうんちしたの。だからアップデートが入ったのか知らんけど、なんか余計なところアップデートしてるな。あんなでかいうんち誰がするっていうね。怖いわーなあ。はい、OK。 公衆便所もう一個ぐらい必要だな、これな、多分。 OK。 よし、じゃあ、そろそろ行こっか。はい、OK。 説教しましょう。説教。
次のランク行くかな。微妙だね。行かないか。さすがに。そうだね。明日だな。で、儀式で行くかな。まだか。昇天させる？ちょっとあれだね、生贄に捧げるの難しそうだから、ご老人のバルバトスを昇天させるか。工事の存在になるがいい。怖い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 。すげえ集めてる、すげえ集めてる、すげえ集めてる。怖い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 。で、教場ができますね。どうしよう、じゃあ財産できてないから財産やるか。金銭こそが諸悪の根源か、それとも金銭を差し出さないものこそが悪か。取り立てる、取り立てるができる。1日2回金を回収できる。買収、信者へのアクション、買収ができる。3まで信者を買収、忠誠心を高めることができる。まあ、じゃあ買収しよう。金貨今困ってないから。まあ経済的な支援ってやつだ。 OK かな。買収は右側なんだ。うん、まあいいでしょう。 OK。まあ断食よりはいいだろう。バルバトスが昇天してしまったな。あ、今買収しちゃった。まあでもいいや。買収によって無理やりあれだな、そのなんだ、無理やり信仰心を高めることもできるんだな。じゃあ同時に買収することもできるのかな。祝福はしてる。買収しているところをさ、他の人に見られたら、なんか俺も欲しいなみたいな気持ちになるやつおらんのかな。いなくもない気がするんだよな。金貨をどんどん性別してもらいましょう。こんなもんかな。あ、なになになに、はい、こっちね。どうした。あ、キャスト様、楽園に住むことができて私たちはとても幸運です。ただそれだけ。じゃあ祝福もしてる、買収もしてる、ネックレス取り外すできない、贈り物、贈り物なんかある。あー、いやできないね。はい、 OK です。すいませんね。よし、次行った。 OK。 何がいいかな。炎の祭壇セット、記念の収穫量が増える、記念の収集量が増える。まあ、確かにこの辺やってもいい気はするな。なんかもっともっとやるためにレベル上げないといけないよな。祭壇セット作るか。 OK です。はい、で祭壇セット作れるようになっているのかい。公衆便所も欲しいけれども、治療所もいいけれども、種サイロはある。カカシそういえば作ってねえな。あー、微妙にずれてる。どの辺に作るのがいいだろう。本当はここに作るのがいいか。作れないよね、今はね。じゃあ種サイロを1回どけるか。建築物編集で移動をちょっとでもかぶってればいいのかな、もしかして。でそれで判定がちゃんと出るかどうかわかんねえけど。でかかしかかし、本当にここでいいか、大丈夫か。もうちょいなんか場所変えるべきだろうな、これ。
編集で、多分ここにまた別の農場、その農作作業所作んないといけないから、サイロは上に作るべきか。こうして、でこれをちょい上にずらす。これでいいかな。種サイロをそもそも別の場所に作る必要があるかどうかちょっと疑問ではあるけど、で農作作業所が今作れない状態だから、木材が圧倒的に足りてないよね。で精錬所もまだ怖いから、木造のやつはもう一個ぐらい作っとこうか。木造じゃない、木材伐採所。 OK、 これでなんとかなんとかで、かかし時間かかるなー。オッケー、よし、これで守られたかろう。いいねいいねいいね。農業でやることがなかったらここで記念を捧げたり、木材を伐採したりできるはず。オッケー。炎の裁断セットがないが、信仰か。供物台、礼拝像、宣教師、あ、罪、首かせとこかな。炎の裁断セットなくない？もう加えられてんのかな、これ。加えられてるっぽいな。これのことかな。確かになんかみんなのなんか信仰心が集まるのが早い気がする。で、どうしようかな。いっぱいあるね。ゲロはうーんとは思うけれども、肉料理は作ってもいいだろう。で、いきます。進行 75% で病気、 25% 離反者が離反をやめるお前もこうなるぞっていうことだよね。まあベリー料理かな。はい、まあ、大量に作っておこう。お食べなさいお食べなさい。祝福はもう終わってる。大体なんかみんな一斉にほんと祝福できたらいいんだけどね。まあ今はこんなもんか。ねえ、衛星が悪いよ。またどっかで誰かうんちしたね。金のうんちか、でっかいうんちか、それとも信仰心のあるうんちか。信仰心のあるクソなんて嫌だな。あれ、そういうわけじゃないですよ。金貨を収めてるやつがいる。お前マジ大丈夫か。ああ、その場でうんちプリッとしたのか。なんだそういうことか。 OK、 じゃあこんなもんかな今回ね。よし、じゃあ今回ここまでしよう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回。あ、起きて作業したよ。これ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 、やめよう。はい、じゃあまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。